皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー楽しくやっていきたいと思います。まずはこちら、黒光さんという方のコースですね。黒光さんからの挑戦状1ということで、まずこちらを遊んでみたいと思います。今のところクリア率はまだ 0% ですね。16分の0。遊んでいきます。最初のクリア者になれるように頑張ります。はい、後ろ、おお、どうすんの。なるほどね。これどっち行けばいいかな。上を行くべきか下を行くべきか。なんか降ってきた。お、こえこえこえ。おお、なんだこれ、なんかある。ここで壁キックしろかな。よくまだわからないけど、とりあえず進んでみましょう。 P スイッチ使うようなところあったかな。とりあえず戻りますか。それしかない。おわー、しまった。ブクブク降ってくるの忘れてた。これ走っていける。下には何もない。閉じ込められるわけでもない。はいはいはい、おい、はいはいはい。 B スイッチ使うんだよね、多分ね。どこで使うのかな。ブクブク、この辺。はい、キースイッチを持って壁キックで登ることもできるけど、怖っ。おお、名産あったのね。それを気づかんかったわ。パウパウ、これ両方持ってくの。嘘。いや、とりあえず、あー、なんかあるのかな。ここは走っていこう。ちょっと B スイッチを取る前に上行ってみよう。ほい、バネバネ。さっき落ちたところ何にもなさそうだったけど、空中バネじゃんとかですかね。あー、上になんかあるのね。はいはいはい、あのバネを使って上に登れっていうことか。了解です。ただ今のところ P スイッチの使い道がわからない。ああ、これ持ってくのか。あ、やばい、落ちちゃった。ほいほい。あ、やばい、まあいいか。ああ、なるほどね。ここのコインをブロックに変えていけっていうことか。了解了解。ここら辺で一旦停止。はい、で、あ、2個あるのか。どうしよう。いいか。やばいやばい。はいはいはい、間に合うか間に合うか。間に合った、余裕のゴール。ゴールじゃないや、キノコありがとうございます。これどこ入れんのかな。赤い三連星。あ、なんでこういうところで当たるかな。はい、入れる。左真ん中右、全部ダメですね。これ閉じ込められたかな。ああ、脱出できた、よかった。お、あ、これついてくるんじゃね。うわ、いや、やっべ、置いてかれる。あの砲台か、やっぱり使うの。今どうして落ちてきた。あ、こっちか。アイスを使って上に行けるかな。さて、今度は大きい状態で来ましたが、おいし、おい、置いてかないで。あー、しまった、置いてかれた。あー、中間発見。この土管まだそういえば調べてなかった。はいはいはい、なんだよ。わっ、あ、あった。こんなところに孔明さん、これは気づかないよね。で、押していけばいいと。了解了解。中間、
った3連星どこの子使っていくか。あ、これチャンスや。ゴリ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 、あ、ゴリゴリ失敗。ほい、ちくしょう。でもこれはゴリゴリだな。ゴリゴリ、はい、オッケー。いやー、敵の悲鳴ってなんて心地よく胸に響くんでしょうか。ふふー、ということで最初のコースクリアいたしました。最初のクリア者になれましたね。多分黒蜜さんからの挑戦状その1クリアさせていただきました。ありがとうございました。もうちょっとルートが分かりやすいといいかもしれないですね。案内とかあるといいと思います。はい、次はこちらのコース遊んでいきましょう。スーパーボンバーマン最終星&調整版、注目コースの世界普通ですね。クリア率 27%、まあ、一発クリアできるんじゃないでしょうか。どんなコースでしょうか。音楽かな。すごい、ここから急に本当にボンバーマンみたいになってきた。ボム兵を倒しながら行かないとダメ。おお、すげえ、これ面白い。あ、だから中間もあったのね。了解了解。あ、至る所に一応行ってはくれてるんだ。これならいけるか。この炎の届くギリギリのところを見ながら進んでいかないとね。これでいける？大丈夫。ドーン、オッケー。一番上でゴールしたかったけど、まあしょうがない。よーし、いやー、このコース面白かったですね。前半は演奏コースで、後半は本当にボンバーマンみたいにブロックを破壊して、ゴールまでたどり着け、こういうコース大好きですよ。はい、それでは今日は最後のコースこちらにしようと思います。仲間に裏切られたクッパ、クッパストーリーその1、クリア率まだ 0% ですね。今日2つ目の、最初のクリア者になれるように頑張っていきたいと思います。あ、叩いちゃった。普通じゃなくてプロペラ発見。あ、全部プロペラか。了解了解。で、ここ上でいいのかな。上行くよ。はい、どうすればいい。うえー、どうすればいい、どうすればいい。仲間に裏切られたでしょ。え、こいつらを勝手に倒してくれるような仕掛けがあるとかではない。やばい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 。あー、上から行った方が良さそうですね。ボム兵に気をつけよう。ボム兵だったよね、さっきやられたのに。ここから行けばギリギリ届くので、上を行きますよ。なんか足場ないかな。足場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 。ああ、そりゃないよ。しまった。あ、大丈夫か。とにかく敵がごちゃごちゃしてる感じですね、このコースは。仲間に裏切られたっていうのはどういうことでしょうね、クッパさんね。給料の遅れがあったとか、支払いの。いやいや、まさかまさか。これどうしようかな。上行けるけど、行っちゃうか。はい、了解。まさかこれでゴールなんていうことはないと思うよ。
よし、効かない。ほら、よかった。ゴールじゃなくてよかった。これはここか。オッケー、ゴール。これもしかして本当はスターかなんかで来る予定でした、この感じ。オッケーオッケー、クリアできればオッケーですよ。あれきっと制作者さん用の隠しルートですね。はい、というわけで仲間に裏切られたクッパ、クッパストーリーその1。これだけだとまだよくわからなかったんで、その2とかその3もやれば何かわかるのかもしれませんね。興味のある方ぜひやってみてください。というわけで今日はこの辺りで終わります。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。